今日は味噌カレー、あとキムチスカレー。この2018年も終わろうとしていますけれど、変わることなく絶え間なく時間は流れ、主がくださったその一瞬一瞬は優劣がありません。今日この瞬間もあなたを礼拝し、あなたを賛美し、あなたと共に歩む、そのような素敵な素晴らしい時間となりますよ。今日教会に向かっている兄弟姉妹を覚えてくださり、神様の大きな愛が一人一人注がれますように、感謝を捧げ、イエス様の御名でお祈りいたします。アーメン。それではご一緒に神様を礼拝していきたいと思います。よみがえられた主です。日曜日はイエス様がよみがえったことを記念します。ハレルヤ、よみがえられた主です。ハレルヤ、力いことなれあれ。ハレルヤ、私はですね、おさえる天地の栄光を知る。ハレルヤ、ハレルヤ、よみがえられた主です。ハレルヤ、力栄光をなれあれ。ハレルヤ、こちらまで全て抑える、全地の栄光を知る。そしてその主権は肩にあり、その名前は不思議な女学者、力ある神、永遠の主。永遠の君、イエス・キリスト。ハレルヤ、よみがえられた主イエス。ハレルヤ、力へと生まれ。ハレルヤ、とこしえまで全てを納める、全地の誇りとなし。そしてその主権は語りあり、その中では不思議な女性さ、力ある神、永遠の父、平和の君、イエス・キリスト。ハレルヤ、よみがえられた主イエス。ハレルヤ、力栄光をなれあれ。ハレルヤ、とこしえまで全て納める、全地の栄光を知る。全地の栄光を知る、全地の栄光を知る。全てに感謝しよう、私に賛美と喜びを持て。Thank you.
Thank you.
아나타 고소하다 지가
Thank you.
Thank you.
それでは、クリアファイルの、宣言文をしていきたいと思います。モーセの実会3番から一緒に告白しましょう。3、はい。あなたには私の他にあってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたはあなたの神、主の皆をみだりに唱えてはならない。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。あなたの父と母を敬え。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。あなたの隣人に対し、偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を違ってはならない。アーメン。ヤベツの祈り4番、一緒に告白しましょう。はい。ヤベツは、彼の兄弟たちよりも、重んじられた。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って、彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわっていった。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて、私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。アーメン。お祈りをしたいと思います。どうぞ心を、合わせてくださいませ。天の父なる神様、ありがとうございます。私たちの人生は、そう長いものではありません。一度一度、一瞬一瞬、神様と出会い、また神様を求め、神様を全てとして歩んでいく、その点がやがて線となり、やがてそれが永遠に続く御国に、天国に私たちは引き上げられていきます。どうぞこの朝も、どうぞ神様の愛を心に感じながら礼拝していくことができるように、主よどうぞ、インターネットで礼拝する者、この場所に集まっている者、そしてまた遅れている方がいたら、その方を主よどうぞ覚えてくださいますようにお願いいたします。神様、あなたをしたい、あなたを大切にする思いが一人一人のうちに湧き上がりますように、感謝を捧げ、イエス・キリストの皆でお祈りいたします。アーメン。皆さん、おはようございます。一緒に今日も礼拝を捧げていけることを感謝したいと思います。今日は大晦日の一日前、晦日と言いますね。別に、人がこの生活スタイルを変えなければ何も変わることがない。でも、私が子供の頃はですね、特別な感じでしたね。もう本当にこう慌ただしいというかね、早く、家に帰って、そして元旦は家で静かに迎える。もう三が日、3日間はですね、どこもお店が開いてないぐらいね。最近またそういう傾向が出てきてね、1月1日にお店が休む、
そういうことになるんで、まあ、4月1日に出かけるときはね、ちょっと前もっていろいろ準備をし、銀行でお金を下ろしたり、また、食材を、ある程度、備えておくということもね、必要かもしれませんけれど、節目ということでね、新たな気持ちで2019年を迎える、そのことには意味があります。しかし、普通と同じように、一分一分、一秒一秒過ぎていき、そのまま過ぎていき、別にカウントダウン、してもしなくても、そこには優劣がない、私はそう思います。4月1日の、12時1分も、59分も同じだと、そう思います。大切なのは何か。神と共にあるかどうか。ちょっと熱いんじゃないでしょうかね。神様と共にあるかということを、私たちは大切に、そのために今日、聖書を共に、学んでいきたいと思います。今日のメッセージはですね、交わりとは人生を分かち合うことという題です。交わりは人生を分かち合うこと。コロサイ3章15節と詩篇133篇1節が、今日の、メインの聖書の箇所です。一緒に読んでみましょうか。皆さんで、この説教予約手に取ってください。コロサイ3章15節からまず読んでいきましょう。いいでしょうか。準備いいですか。はい、キリストの平和があなた方の心を支配するように、そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。もう一度いきましょう。はい、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。詩篇133の1、見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。申し上げます。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。アメン。交わりとは人生を分かち合うことだ。神様は人が分かち合って生きていくことを願って計画しました。分かち合って生きる、自分だけのものではなくて分かち合って生きることを願っておられます。聖書は分かち合って生きることを交わりと呼びます。今日多くの教会ではこの交わりというものを失っています。本当の意味を忘れています。つまり世間話をしたり、表面的な社交辞令の会話、天気がいいですね、寒いですね、食事の話、遊びに行く話、楽しいテレビの話題、騒ぐこと、そういうことを交わりだと思っている場合があります。交わりっていうのはまずこの礼拝に参加することから始まります。そして礼拝の終わりにですね、今日は交わりがあります。交わりがありますっていうのはどういうことか、お茶とお菓子が用意されています。そういう場合があります。でも本当の交わりっていうのはもっともっと深いんですね。もっと深いことを意味しています。つまり人生そのものを分かち合い、その人生を共に経験する、そして一緒に生きていくこと、これが交わりなんですね。純粋に愛し合うこと、そしてありのままを分かち合っていくこと、惜しまずに分け合い、使い合っていってる。そして心から同情し、慰めること。聖書はたくさん教えていますね。何を教えているでしょうか。互いに何々し合いなさい。互いに何々し合いなさい。互いに愛し合いなさい。戒め合いなさい。許し合いなさい。これが交わりなんです。互いに何々しなさい。これが交わりとして教えられているんですね。で、交わりをするとき大切なのはね、できるだけ少人数がいいってことです。大きな人数で10人、20人、30人。そうするとですね、実際にその交わりに参加できない人が出てくるんですね。中心的な人はいいです。でも、じーっとそこでね、見ているだけ、参加できていないっていう人もいます。イエス
様でさえ、あのイエス様でさえ、12人が限界だったんですね。だから、12弟子を選んで、一緒に寝食を共にした。イエス様が12人が限界であるとしたら、私たちはね、もう2人か3人っていうのがいいだろうと思います。イエス様はこう言いました。マタイ 18-20 で、2人でも3人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。2人でもいい。3人でもいい。しかし残念ながら人数が少なかったとしても、本当の交わりになってない場合があります。なぜ？交わりが分かってないからなんですね、残念ながら。上辺だけの表面的な会話。つまり腹を割って純粋に心を通わせる、これが交わりです。例えば今自分で心の傷があって、そして痛い思いをしているとしたら、恐れを感じているとしたら、憎しみを感じているとしたら、弱さを感じているとしたら、それを正直に語り、助けを求め、祈ってもらえる、そういうところから始まっていきます。まあ、でもですね、ある教会というふうに言いますけど、ある教会に行くとね、それと正反対の状態の場合になります。まあ、そこには謙遜さもない、粘っていてね、そして表面的で温かさを感じない、こうあるべきだ、そこに流れている空気を読み合ってね、忖度し演じ、駆け引きをして、兜をかぶり、みんな弱さを隠してね、強そうな顔をしている。そしてみんな心では泣いて苦しんでるのにね、もう人生うまくいってますみたいなね、そういう強がった、そういう姿しかできない、そういう教会もないわけではありません。交わりが死んでいます。深さがないんです、話に。良い天気ですね、寒いですね、その服似合いますね。旅行行ってきたんですか。あそこで食べたもの美味しかったですね。まあそういう会話しかできない。私たち一人一人が心を開いて、人生を本当に分かち合うときに、人生を知らせるときに、交わりっていうのは、行われるんですね。聖書にこう書かれています。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。第一ヨハネ1章7から8ですね。暗闇というものは隠そうとするんです、自分の姿を。失敗も傷も問題も弱さも隠す、これが暗闇の性質です。しかし光はそれらを全て白日のもとに晒して明らかにし合う、それを分かち合う、光のもとに晒す、まあ、それが交わりですけど、勇気がありますね。謙遜さが必要です。愛がなければできません。拒否されたらどうしよう。傷口に塩、タバスコを塗られるような痛みを感じるような言葉を言われたらどうしよう。恐れを感じます。なんでそこまで冒険してまで分かち合う必要があるんでしょうか。皆さん、分かち合ってこそ成長するんです、人は。ヤコブ 5-16、 あなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。最も難しいことは正直になることです。人の前で繕わない、綺麗事を言わない、難しいですけど、それが交わりなんです。そして互いに助け合い、支え合い、頼り合うんです。それが交わりです。神様はまずその交わりを教会で行ってほしい。そして教会を見たら、ああこれが交わりなんだ、人々にこれがモデルなんだ、
そう見てほしい。それが神の願いです。ローマ1の12。あなた方の間にいて、あなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。共に励まされ、交わりによって共に成長する。皆さん、これがクリスチャンなんです。この交わりによって共に強め合い、成長し合っていく。皆さん、聖書はそれをし合いなさい。励まし合い、使い合い、尊敬し合い、支え合いなさい。少なくとも50回書かれています。50数回あると思います。互いに何々し合いなさい。皆さん、聖書を見つけて、それを皆さんのノートに書いてみてください。きっとね、多くの、それをしなきゃいけなかったんだ。忘れていた。そこに気づくだろうと思います。ローマ14の19。私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょう。体っていうのは全てがつながってるわけじゃないです。まあ、例えば肘の部分を考えてみると、肘は曲がりますね。で、この曲がるこの肘は二の腕と腕とつながってます。でも他の場所とはつながっていない。まあ、もちろん血管でつながってるとか言いますけどね、直接つながっているのは二の腕と腕ですね、肘は。だから全ての人とね、平等に、もう平等にみんなと交わります。理想かもしれないけど、それができません。全ての人を面倒見ます。助けます。それはできないんですね。だから、その一部のつながってる人にやりなさい。その一部一部、そのつながりがある。そしてその一部一部がつながりある。そして全体がつながっている。これを神様は求めておられるんですね。体の一部分、当然のこととして交わりますよ。交わらなければ死んでしまいます。で、どうしたらいいか。必要としているのはね、同情です。同情。まあ、この同情っていうのはなんかかわいそうに、あの人は。っていうね、上から見るような同情じゃなくてね、その人の身になって痛みを受け止めるっていうことが同情です。よくわかるよ、よくわかりますよ。あなたが今経験していることはおかしいことではないんですよ。まあ、共感して、感情を移入して思い合ってあげる。コロサイ3章12節。神に選ばれた者、聖なる、愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。皆さん、同情してもらうことで、心が満たされるんですね。人は理解してもらいたい。理解される必要がある。そして、自分が感じていることを認めてもらう。それが必要なんです。交わりは、そこにいる人の気持ちを理解し、ありのまま受け止めるときに生まれてきます。しかし私たちはいつも忙しい。そして時間に追われている。同情する。そういう交わりができていないかもしれません。そして私たちはですね、その交わりができていない、同情ができていないので、傷や自己憐憫、悲しみがあって、心が干からびている状態かもしれません。交わりにはですね、いくつかの領域や段階があります。今日は4段階をちょっと挙げてみます。まず第一には、お互いを分かち合う。自分の悲しみとか、怒りとか、辛いこと、自分の持っているものを分かち合う。これが一番最初の交わりです。二つ目の交わりは、聖書の言葉による交わりですね。聖書を分かち合う。今日、今、私は、この言葉を皆さんに分かち合っていますね。これが二番目の領域です。三つ目の領域は、まあ私はロボ伝道してますけど、伝道したり、宣教の旅行に行ったり、
様々な方法で伝道する、一緒に活動する、一緒に行動する、一緒に使える。これが三つ目の交わりですね。そして四つ目は何か。まあ、最も深いのは、苦しみとか痛み。本当に自分の心の奥底で感じていることを分かち合う、知らせる。これが一番深い交わりなんですね。ヘブル 10-33 人々の目の前で素心と苦しみを受けたものがあれば、このような目に遭った人々の仲間になったものもありました。あなた方は囚われている人々を思いやり、またもっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。今の痛み、悲しみ、迫害、なんでこれが言えなくなっちゃうかっていうと、それを否定されちゃうからなんですね。私も言いたくても言えないってことがある。それを分かってくれない。でもどうしたら、それは教会でこそ分かち合うとともにそれを受け止める。こう言っちゃいけないんですね。その問題があったのはあなたが悪かったからじゃないですか。あなたにもマイナスの問題があるんじゃないですか。責めてしまうんじゃないですね。ガラティア 6-2 は、互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。重荷を負い合う。あなたも悪いんじゃないですかっていうのは、重荷を負わないってことなんです。そこでは交わりができない。私たちは自分が押しつぶされそうになるときこそ、苦しんでいるときこそ交わりが必要なんです。そのようなときにね、痛みを代わりにいない、代わりに神を信じて、その人を支えてあげる、引っ張ってあげる、そういう友達が必要なんですね。だから少人数の交わりが必要です。少人数で交わり、そして支え合い、前へ進んでいく。ヨブ6章14節にこう書かれています。落胆している者にはその友から友情をさもないと、彼は全能者への恐れを捨てるであろう。交わりの中でこそ憐れみっていうものを経験できる。交わりの中でこそ本当の真の同情がある。皆さん、哀れみがあったらね、その人が自分の罪を思い出すんではない、罪責感を感じるんではない、その過去の失敗や罪を消し去るものなんです。そして正義によって打ち勝つんです。皆さん、それが哀れみです。でもそこを責めて、その人を注意し、その人を矯正しようとする、そこで交わりが切れてしまうことがある。第2コリント2の7、あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい。そうしないと、その人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません。許しがあってこそ交わりが生まれる。許しがなければ交わりはない、切れてしまう。コロサイ 3-13、 互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。許さない心、罵倒する、苦々しさ、怒り、せっかく気づかれようとしている交わりが壊れて、気づかれてきたものが倒れてしまう。私たちはお互いに交わりを深め、距離を近づけるときに傷つけ合う可能性があるんですね。裁きが生まれてきてしまうから。だから哀れみ、許しが必要だ。近づくほど傷つけ合ってしまう。だから哀れみ、許しが必要だ。それはどこからか、神がしてくれたように、神が私を許してくれて哀れんでくれたように、私たちは互いにそうする。そうしないと交わりは深まっていかない。
傷つけ合うんだってことを理解しておかないといけない。皆さんが誰かから傷を受けたときどうしたらいいか、仕返しをするんでしょうか。まあ、昨日、ブラックリベンジの、最終回のですね、動画で見ました。もうどんどん復讐をして復讐して、そして破滅し自殺し破滅し自殺し、もうどうしようもないぐらい心が血だらけになって復讐するってことは、最後は自分をもう落としめていく。しかし皆さんどうぞ、その追い込まれた時仕返しをするんじゃなくて、憐れみと許しを選択してください。許せなくても憐れに許すんです。主がそうしてくれたように。でそれをどうしたらいい、小グループでやるんですね。1対1や2、3人でやる。そしてそれを励まし合い、お互いに追いやっていく、共に追いやっていく。皆さん、この交わりは2000年前から行われていたんです、教会で。でも今多くの教会でこの交わりが失われている、損なわれている。交わりを求めて他の場所に、誰か愛を求めてさまよっている人がいます。皆さん、この教会を通して教会の中でこの交わりを経験させたい、神様はそれを願っています。皆さん、それをするためにあなたは作られた、交わりをするためにあなたは生まれてきた。皆さん、この交わりが深まっていくように祝福します。そして伝道というのはその交わりに人を招くことなんですね。神様は真の交わりが持てるように、今日壊れている交わりが回復するように皆さん祈っていきましょう。許し理解し、人は同情されること分かるよ、そう感じていてもいいんだよ、思っていることを認めてもらう、そういう支えが必要だ。私たちお互いにそのような関係を持っていく。そしてその交わりが深まっていくと、そこに人々が招かれてくる。その交わりがないところにね、伝道しても人は本当の意味で神の愛を経験することが難しい。神の愛を経験できるように、神様は今日交わりを回復しなさい、交わりを深めていきなさい。今日4つのことを話しましたね。4つの中、第1番目は互いを分かち合う、人生を分かち合いましょう。自分の人生、持ち物、すべてを分かち合う。2番目、聖書の言葉を分かち合う、まあ、今この礼拝がそうですね。3つ目は予防伝道をしたり宣教旅行に行ったり一緒に活動をする。礼拝が終わったらそれでおさらばじゃなくてね、一緒に使える。そして4つ目は最も深いところを分かち合う、苦しむ痛みを分かち合う、それができる。でそれが難しくしているのは、それを言うと裁かれてしまう、あなたが悪いんじゃないかと言われてしまう。お互いに、ね、それを言わない、そしてそれを分かち合う、そうやって交わりを深めていく。皆さん、どうぞ祈っていきましょう。その交わりが回復するように、そしてその交わりが教会に戻るように、その交わりの中に人々が多く救われていくように、新しい年に向けてこの大切とされ大切な交わりを今日私たちが持てるようにとなります。神戸を垂れてください。天のお父様、ありがとうございます。一人一人が神がしてくれたように愛し、神がしてくれたように許し、神がしてくれたように慰め合う、それが関係を、まず教会でそれを持つことができ、それがやがて広がって、その教会がモデルとなり、多くの人にその交わりを経験できるようにと神様してください。お願いします。一人一人が祈るときにその交わりが深められていくことを信じます。イエス様の名に祈ります。アメン。中でしばらくお祈りをいたしましょう。交わりが始まり深まり、そしてそれがこの教会の空気となっていきます。この教会の体質となっていきます。
DNA となっていきますよ。交わりの教会となっていきますよ。お祈りをしたいと思います。天の神様、ありがとうございます。あなたがなさるその交わりは、御子イエス・キリストと父なる神と聖霊との交わり、それを私たち経験させたいと神様願っておられます。神様、どうぞその交わりを持っていきますよ。神様助けてください。神様助けてください。神様助けてください。神様お願いいたします。私を一人一人を助けてください。主の祝福が満ち溢れるようにお願いいたします。感謝いたします。一人一人にくださる神の愛を心から感謝いたします。今日これから感謝の心を持って献金を捧げ、またさらに礼拝を進めてまいります。神様どうぞ助けてくださいますように心からお願いいたします。私たちの人生を助けてください。私の人生を導きくださいますように心からお願いいたします。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。主イエスキリストの名によって感謝してお祈りを捧げます。アーメン。それでは皆さん、どうぞ、立ち上がって、賛美をしましょう。常に見ている世界、この賛美をしながら今日の献金の時を持っていきたいと思います。罪に満ちる世界、罪に満ちる世界、そこに住む人
私たちが主にある交わりを感じ回復し深めていくことができますようにそこで祈ります。恵み会での父なる神様、御子イエスキリストが十字架の上に死に私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。えなわく私の慈しみと十字架の御苦しみを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにあり救いの恵みが確かであることを覚え私たちがキリストにあって一つであり互いに主にある家族であることを覚えてこの交わりをいよいよ厚くし共に福音の証に生きるものとさせてください。主キリストイエスの名で感謝してお祈りをされます。アーメン。さあ、から分散いたします。私たちの主イエスは渡されるよパンを取り感謝してこれをさっきこう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。感謝を持っていただきます。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。これを飲むたびに私を覚えなさい。主はやります。感謝を持っていただきましょう。祈ります。感謝の心を持ちながらこらわせてください。目に見えたい主なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き主の聖誕に預からせてくださり感謝をいたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた備え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に伝え御言葉を述べ伝えることができますように。主は再び来られる日まで御前に会わせてください。主キリストイエスの御名で感謝してお祈りをされます。アーメン。アーメン。 アーメン。
祈りたいと思います。問題のある方は手に手を胸に置いてください。また病のある方はその場所に、痛みのある場所に病んでいる場所に皆さんの手を置いてください。祈ります。天の父なる神様、ありがとうございます。あなたは父と子と聖霊という完全な交わりを持っておられます。だから愛です。 人は一人で愛し合うことができません。この三位が持っておられるこの神の交わりの中に私たちを入れてください。そしてその交わりを持つように励ましてください。感謝します。主よ、どうぞ今日交わりが壊れていたら、その痛みのある場所に癒しを与え、神様深い交わりを持ってこの教会が進んでいきますように。2018年守ってください。 2019年に向かっていきますように。今壊れているところが回復するように、修復されるように、主の愛が望むように、主の御霊を望ませてください。また体の病気があったら、その病気を癒して健康にしてください。罪や悪魔の全ての技を打ち砕いています。イエスの皆で砕く、出て行け、人たち前から出て行きなさい。そして精霊で満たしてください。神の大きな愛が 一人ずつ望むように精霊の充満を与えてください。精霊で満たしてください。精霊で溢れさせてください。精霊で溢れさせてください。主をお願いいたします。主の大きな愛が注がれています。主を望んでください。主を油で注いでください。おーイエス様、注いでください。主をお願いします。主を注いでください。主を注いでください。 主を注いでください。お願いします。主を注いでください。注いでください。注いでください。お願いします。注いでください。お、イエス様、溢れさせてください。注いでください。お願いいたします。一人一人を憐れみで、同情で、慰めで、溢れさせてくださいませ。主をお願いいたします。主はあなたが、そうしてくださることを心から感謝。 昨日も今日もイエス様当たることありません。ありがとうございます。主よ、どうぞ。この一週間も新しい年もあなたの大きな愛の中で歩んでいきますように。イエス様、ありがとうございます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。愛する主イエスキリストの皆で感謝して賛美してお祈りいたします。アメン。 주의 사랑을 받아
あなたを守られますように、主の御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主の御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願うは我らの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、つらいましたお一人お一人とともに、そのご家族、親族一同の上に、インターネットで礼拝をされた方々とともに、今も後も余る限りなくあらんことを。アーメン。アーメン。感謝の足を持ってイエス様に栄光を返します。アレルヤ。アーメン。これで、今年、最後の礼拝もあります、夕方の礼拝もありますけど、また新しい年を、良い年をお迎えください。神様の祝福を祈りいたします。アーメン。